日本鹿児島県薩摩仙台市大正路町、大正路町は、鹿児島県薩摩仙台市の大和、旧高城郡水引郷大正路村、高城郡水引村大和大工事、薩摩郡東水引、村大和大工事、薩摩郡川内町大和大工事、川内市大正路町。郵便番号は8 9ロ0 0 7 6人口は1931人。 世帯数は929世帯。大小路という地名はこの地あったとされている国府、国分寺に通じる、王子、皇子に由来している。薩摩仙台市の西部、川内川下流域に所在している。阿佐域の北方には御領下町、国分寺町、川内川を挟んで南方には、向田本町、白亜町、横浜町、西方には、若葉町、大王町、 東方には原田町、東大工事町にそれぞれ隣接している。麻生駅の西部には国道3号が南北に通っており、北部には大正路長交差点があり、東方に国道267号、西方に鹿児島県道44号京白大正路線が通っている。麻生駅の南部にある太平寺は九州の役の際に、 現在の薩摩仙台市平助町で勃発した平佐城の戦いで、島津氏側が降伏した後に、豊臣秀吉が太平寺を小座所として接収、島津義久が豊臣秀吉に越見し、島津氏が降伏した場として知られる。九州の役校和の成立も、三省大省路という地名は、江戸期より見え、薩摩国高城郡水引里のうちであり、村高は、 画像目録では431国余り、天保号庁では437国余り、急行給料では806国余りであった。1875年に向かいがとの間に初めて太平橋が目標がかけられた。しかし、1877年に起こった西南戦争によって消失し、その後何度もかけ替えられ、現在は国道3号の路線上に設置されている。 1889年に町村制が施行されたのに伴い、水引里の全域より水引村が成立し、江戸期の繁盛村である大正路村は水引村の大技、大正路となった。1891年には水引村が東水引村と西水引村に分立し、大正路は東水引村の大技となり、その後1929年に、 東水引村が熊野城村、平助村と合併し川内町の大あざとなった。1940年に川内町が市政施行し川内市となり川内市の大あざ、大小路町となり、同時に一部が国分寺町、五両下町に分割された。1965年には一部が大王町、若葉町が分割され、 1981年には、東大工事庁、原田町に分割された。以下の記述は、角川日本地名大辞典46鹿児島県151ページの記述に基づく。川内大小路郵便局、公共教育郵便局自社金融私立小中学、校に通う場合、学区は以下の通りとなる。国道3号と、 国道267号の交差点国道県道大正路長交差点にて、国道3号、国道267号、鹿児島県道44号軽白大正路線が交差している。現在の国道3号側の表記は、大正路長交差点ではなく、国道267号入り口とされている。ありがとうございます。